あとがミニチャレンジ更新というか新たに増えたりしないかな。びっくりマークがついてると思うんだけど、まずこれやるか。竜巻の幽霊、これ多分ね、なんか借り物を見せてさ、見せればなんか大丈夫系だと思うんだけど、どうすかね。これ、お、ほら、竜巻の幽霊。やはりな、こういうことなんだな。トッピュー、幽霊じゃなくてトッピューという魔物なのか。というか、よくよく見てみたら全然幽霊じゃねえな。じゃあ追いかけてきたのは私を吹き飛ばすためだったわけ。ああ、なんだ、私の考えすぎか。おかげですっきりしたよ。お礼させてちょうだい。20ルピー。あ、ミルクか。ミルク結構あのスムージーでね、 HP 回復の量が増えるから嬉しい。ゲルド族たるものが幽霊ごときに怯えるなんて、オサに知られたら大目玉食らうよ。けど怖いものは怖いよね。一生苦手なものだってあるはずだよ。まあ確かにな、俺も未だにカラスが怖いからな。ちっちゃい頃に3回ほどカラスに追いかけ回されたことがあるから、未だにカラスが僕怖いです。あと呪怨という映画を見てから一人で風呂に入るのがまだ未だに怖いっていう。これここだけの話です。あとここでやることは、あのもう一個ミニチャレンジあるんだけど、それ以外にあのスタンプもな、どげんかせんといかんような。スタンプあれどこにあるの。空飛び床はこいつか。こいつは、ビュン床ね。床ビュンか。これをボン、オッケー。これは、これがファセット様の言った空飛ぶ床。君もう一回、いやもう一回と言わずつもっと見せてくれ。虜になってんな。それよりもさ、この能力についてお前は驚いた方がいいんじゃないか。じっくり観察した上でしっかり上司に報告できるよ。ありがとう、助かった。俺にこれを受け取ってくれないか。おお、50ルピー、あざす。やっぱ金だよな。ゲルド族を指導する立場にあってね、なかなか街の外に出られないんだ。結構 お偉いさんなんだな。さあ、これでクリア。スムージー作っていい。ちょっと攻撃が上がるとかそういうのないかな。これパワフルとか言っていくけど回復量しかないんだよね。料理に使うとエネルの回復効果。料理って何なんだよ。教えてくれ。鎧マンゴー2個でさ、作ったらなんかいいのもらえるかな。これ防御アップでしょ。いっちゃえ。お、来た。鎧スムージー、うまそう。これで軽減1分。なんかそうでもないな。なんかそうでもなくね。なんかレベル2とかそういうあれはないんだな。ミルクがあると回復力が上がるからいいよねっていう感じか。効果を高めるはこっちか。だからこれと鎧番号を使えばその効果の方が伸びるんだ。なるほど。これとこれ、え、これどうなんだろう。これどうなると思う。ちょっとやってみるか。いっぱいあるし。ホットスムージー、ポカポカスムージー。なるほど、これで寒さに強くなるんだ。え、岩塩と岩塩つけたらどうなんだろう。岩塩と岩塩という組み合わせ、ただの塩なんだけど、まあないか。それはさすがに1ミリすぎか。これ作ってみるか。蜜とマンゴー、ピッ、きた。鎧スイートスムージー、うまそう。スイートスムージー、とりあえずこんなもんにして。あ、強い。3分か。回復量も申し分ない。この寒さ系はどこで使うんだろうな。リトの村とかあったっけ。だいたい今5分、6分の1ぐらいかな。これがなんかでかい山だから、ゴロンか何かか。で、でもこっちがゾーラ系でしょ。これがデクナツか。あ、なんかここら辺なんか寒そうだな。ここら辺じゃね、使うとしたら。わからんけど。で、ミニゲーム。なんかまだあるっぽいんだよな。マンゴー狩り。あ、普通？あれ？もういいんだっけ？なんか、この人ならもっとあの種で試せるみたいな話しなかったっけ。まああとはちょっとスタンプ見つけてみるか。どこにあるかわかんないけど頑張ってみますわ。だいたいこの今いる場所とこうダイヤのマークがスタンプなんだけど、こう考えるとこっち方面にありそうな気がするな。この上の方、そっち行ってみるか。行った。やばい、これ何、こいつに攻撃されるとお金取られんの。ちょっと腹立つから潰すわ、あいつ。 OK、 ナイス。でかい、20ルーピー。俺から分取ってきたら20ルーピーだろそれ。返せ泥棒。なんかさ、スピンした後にさ、ジャンプすると見て、ほらシュンって上がる。これ謎のムーブ、これなんすか。これなんすか。これが使い道ある。これなんかありそうじゃない。こんなだだっ広いとこからどっねえ、どうやって見つけろっつんだよな。もう諦めるか。なんか、スタンプ探してる時間がもったいねえ。まあ、先の方進めますか、もう。ね。
で、俺がちょっと気になるのはね、まずこの牧場でワンチャン馬が捕まえられるんじゃないかっていうのと、まあこのハイラル城、まあやっぱり行ってみたいよね、それは。それはまあ行ってみたいよね。で、それ行ったら、まあこっちの方かな。まずは武器を強化しますか。ん？弓矢強化。ほう。ただまあ、剣の方が使うでしょ、さすがに。ってことは爆弾とかも絶対来るから爆弾強化もあるんだな。やっぱこのかけらクソ使うんだな、この先。お、なんかちょっと模様変わってんね。あんな両方にさ、渦巻き状のやつなかったよね。何を強化するんじゃ。まあこれだけど、オッケーオッケー。火力どんなもんなんだろうね。まあ、俺基本的にあの闇の魔物しか使わないけどさ、この看板はハイラル城、ハイラル牧場。牧場行くでしょう。で、この敵は俺倒したかな？倒す必要ないよな、でも。正直。まあ、雑魚だからちょっと、倒してやってもいいか。豚ブリの力を見せてやれ。けえ。ボコブリンと豚ブリンどっちが強いんだろうな。でも、レベル2が最初に豚ブリン来たってことは、ボコブリンの、あ、モリブリンの方が強いのか。フレッシュミルク。これ結構美味しいかも。7です。なんかいる。こういうタイプは遠距離がいいけど、きついか。で、久しぶりに P ハット。いや、待って、ガーモス。お、強い。ガーモス強いじゃん。鳥系はこいつ最強だな。さあ、グエー。グエー診断後。この蝶々なんだ？なんか、たまにさ、昆虫とかもいるけど、なんか虫浴びで捕まえればいい感じみたいなのあるのかな。あ、スタンプじゃん。あ、スタンプ？これもしかして、これが押せばさ、あれ起きる。新しいイベント起きるかな。さあ、こう。あ、これで、コンプリートか。一つの地方に5つっていうわけじゃないんだな。なるほどね。なんか俺勘違いしてたわ。さあ、お前の報酬なんかあるんだろう。スタンプ台5つ見つけてくれたんだね。ご褒美あげちゃいます。いらね。フレッシュミルクめっちゃ出てくるんだ。楽しんでる。まあ、結構頑張って探索したから楽しんでたろうな。だよね。頑張ってきたので僕とっても嬉しいです。まあ今んとこ君しか遊んでくれないんだけど。まあそこまで世界各地を巡ろうとは思わないよな。さあ次のスタンプラリー。ワンちゃんがこっち見てる。中級者のためのスタンプカード。はい、それじゃあご一緒に。レッツ、スタンプラリー。スタンプラリーはまだまだ続くよ。次のご褒美を用意したからお楽しみに。あと何個、次何個だろうな。中級者とか言ってるけど。そして、なんかおっさんがいます。あんたが道を開い、あ、こいつか。フレッシュミルクよ、お腹、腹いっぱい飲む予定さ。牛乳いっぱい飲んだら腹壊す。さすがに。お、やはり。なんか一個ポツンとあるやつは力のかけらなんだよな。まあ、とりあえず入ってみるか。ウィス。うちの馬が一頭いなくなっちゃったんだ。じいちゃんの話聞いてあげてよ。こいつか。どうしたんじゃ。この一頭の馬を見つければ、俺の馬にできるっていう感じかな。ハイラル牧場へようこそ。馬を貸し取るんだが、今はそれどころじゃなくての。一頭が帰ってこないんじゃ。いつもなら牧場の西の方を駆け回っているんじゃが、まだ戻らん。家族で探したが見つからなくての。旅人さん、うちの馬を見かけたら、この牧場まで連れてきてくれるかな。おお。帰らない馬。よかろう。これ結構最初に取っとくべきなんじゃないか。って、思いました。そして、コッコ。コッコ健在かな？今作も。お、商品。あ、フレッシュミルクか。まあ、いらんか。これ何？そのオロゴロが気になるかい？とっても綺麗な音色でね、フレッグレースの、あ、レースか。これもまた道ミニゲームがあるっぽいね。そして西の方にいるらしいから、行ってみますか？乗る？あ、貸せないんだ。そっか。まあ、そりゃそうだよな。そりゃそうだ。で、なんか牧場の、なんか曲はいつも通りっていう感じするよな。ブレバイ・ティアーズ・オブ・ザ・キングダムも、あの、マーロンの泉だっけ。あそこで聞けますよね。あ、早速いた。絶望じゃん、あれ。絶望を感じてるね、あの馬。どうしよう。俺が助けてやるか。はい。あ、乗れんの？進行方向と逆にエルを倒せば止まります。なるほど。ただこれ、いけないよな。これ水の中いけんの？ああ。なるほど。瞬間の下は。これは俺が橋を作ればよかろうってことか。まあ、いつも通り、これで。いけるよね。何しとんねん。
ちょっと 何してんのこれ。これいけないのかな、ベッドじゃ。あ、いけんじゃん。オッケーオッケー。さあ行きましょう。ダッシュ。あー、これ超便利。超便利だけど、ちょっと感性がある気がするな。小回りが若干むずい。来ました。褒めてください。てか、この馬ください。うちの馬じゃ。ありがとう、タビロさん。本当に助かったよ。カクカクしかじかで。そんなところでおったとは。あんたはわしとこいつの恩人じゃ。タビロさん、あんたがよければ、ただで馬を貸そう。太っ腹だな。遠くまで早く行けるでな。旅にはおすすめなんじゃ。好きな馬を選んで乗っておくれ。好きな馬を選ぶ。ここにある馬全部乗っていいんだ。ただ俺、旅先で使えないとちょっと、きついんですけど。なんか、人参をさ、使うといつでも呼び出せるみたいな、あれあったよね。あと、レースどうやってやるんだろう。レースまだできないかな。時期尚早ですか。おお、すげえ。やっぱ飛び越えるね。これ便利だな。ショートカットできるし。なんかどっか人参ないかな。人参があれば、それをさ、あれして、借り物して、借りパクしてさ。あ、なんかいる。降りる。おー、結構、開いてきたな。この後、上の方行っちゃうな。どうしよう。オープンワールドの悪いとこが。さあ、やれ。怖い。怖いな、この目玉。結構でけえわ。でかさがある。ナイス。さあ、こいつはなんだ、テクタイト。うーん、クボタイトね。3回目のジャンプでさらに高く飛び上がる。これ、なんか使えるのかな？高くジャンプできるならなんかね、移動が楽みたいな、そういう話かな。かかりこ村？かかりこ村あんだ。マジ？かかりこ村行っちゃうのか、俺。どうしようかな。魔物の石。魔物石。まあ、なんかこういうの集めてんのって、キルトンとかそういう類だよな。今作もキルトンはいるんでしょうか。なんだこのいっぱいのこれ、気持ち悪いな。群生しとるやん。洞窟発見。なんでしょうか。マジ人参欲しいな。はい、オッケー。戦え。我がしもべよ。いでよ我がしもべどもよ。いた。待って、俺のとこ来んな。危ないでしょ。で、俺はこれを開けていく。はい。3個。結構手に入るね。ナイス。強い。豚ブリン強いな。まあ、本来はこの肉を使ってなんか、一匹ずつ倒せよっていうことだったのかな。お、ハートのかけらだ。こういうやつはどうしたらいいんだろうな。ナイス。ガモース好き。なんか魚もいるけど、あれはどうしたらいいんだろうな。グエー。狙い。オッケー。ナイス。こいつは、こうして、はい、来た。で、あとは豚ブリンに殴ってもらうと。ナイス。で、これもらいます。タックラー。フグだな。すんげえしかめっ面。ナイス。友情コンボ。友情コンボ決まったわ。で、グエで、倒してくれるっしょ。ナイス。グエ使いやすいな。真下に降りるからさ、車線外から叩けるわ。あ、なんかこいつにさ、待って、こいつにさ、こうして、あ、ほら。こういうこと？何？ちょっと、そうじゃない。そうじゃない。ああ、あんまり制御効かんな。これなんか、いい周期でさ、あそこのかけらの方行ってくれたら、嬉しいんですけど。いけ、いけ。そう。オッケー、ナイス。ナイス、グエ。お前が俺の相棒だ。そして、ワープ。ポイント。まあ、やっぱ持つべきは、通りないよな。やっぱ人類は誰しも夢見る。空を飛ぶ夢。叶えてくれるよ。で、なんか謎の、遺跡みたいなのが来ました。これは何ですか。なんか意味深に、うわぁ、ああいうタイプか。あ、なんかいるぞ。どう、どんぐり拾い。集めて楽しい、拾って楽しい、どんぐり拾いだよ。私が全部丸く、どんぐりを全部集めるゲームだ。景品をあげよう。一回10ルピーやってみたいけど、待って、その前にさ、魔物を倒そうぜ。こいつをなんとかしないとダメなんじゃないか。 OK、 ゲット。なんすか。こいつ結構なんかいろんなテール。いろんなゲームで。こいつはなんか、ガードよりも、ブーメランの方がいいか。ダメっぽい。ダメっぽい。いや、いける。ナイス。お前のそのミニゲームとやらに、付き合ってやろうじゃねえか。やってみます。どんぐり拾いでしょ。お、ばらまいた。なんか集めんだろう。てか、なんか魔物復活してませんか。
ふざけてませんか？いっぱいある。嘘。結構ウォールなんちゃら。ああいうのを使っていくんだろうな。はい。あ、これいけないんだ。はい。ちょっと待って。ちっちゃま。ワン、ツー。はい。違う。ちょっと違う。こう、そう。うまいとこに乗せらんねえな。はい。ベッドマスターなめんなよ。ベッドマスターってなんか、卑猥だけどさ。じゃあ、まあこれ。はい。ここ。次は？はい。ここ取って、で、ここずらし、ず、うん。まあいいや。ちょっとロスだけど。邪魔。で、ここは。雲のがいいか。雲のがいいな。あと何個？あと1個。この上。ウォールチュラか、ウォールチュラ。あー、どこ行ってんの、お前。ZL 押したらダメだ。OK、ギリギリ。危な。まあ、ちょっと途中すげえぐだり散らかしたけど。まあ、勝てばよかろう。どんぐり全部集まったね。58秒86。すごいね。じゃあ景品あげちゃおうかな。20ルピーか。美味しくねえな。10ルピー払って20ルピーって。雑魚すぎでしょ。全然生産性ないわ。まあ、ここはそういう場所だったっていうことで、よろしいでしょうか。かかりこ村はここってことなんかな。あ、なんかこの顔的にこれゴロンっぽいな。ゴロンの近くに、かかりこ村はなんか、トアブリっぽいですね。かかりこ村ちょっと生きてな。さすがにちょっとかかりこ村は気になるよね。ナイス。お、すげえ。意外となんかさ、ボコブリに対してさ、身のこなしすげえよな。こんなとこまで登れんだもんね。あぶれ。そんな早く動けんの、お前。盾あんの強え。OK。盾持ちってのがマジで優秀すぎる。豚ブリン。はい。ビリビリンゴね。今んとこ俺の一軍だよな。豚ブリン。豚ブリン、このレベル2つと、空中戦はグエーとガモス。なんかこのリードとあたりをね、うまく使えれば、もっとなんかスマートな戦いができる気がするけど。ん？またスムージーか。これのスムージーってさ、同じなんかな？お話。黄金の卵は、売ってよし、食べてよしの最高の素材。へぇ。やっぱ売り物でもあるんだな。黄金の卵のスムージー素材したら、絶対すごいスムージーができるっぴ。あー、大成功っていう、そういう要素もあるのか。そしてまたスタンプだ。村の近くにはスタンプがあるらしいです。ここがかかりこの村か。一体なんだこいつ。あんなやつの攻撃にさ、ハート二つも削れちゃうのやばいよな。辛口モードの洗礼ですわ。まあ、とりあえず、行きますか。ワープ地点へ。登録。かかりこ村で、なんかもらえないかな。人参的なサムシング。お、なんかある。これはクライムバンド。手首を保護する色鮮やかな革製のバンド。はしごや岩壁をもっと早く登れる。まあ、今んとこいらんか。そんな速さは求めてないわ。この後ろから兵さんが来て、ゼルダ姫の話をしていた。先目出したく言ったけど、本当なんかな。目の前におる、おりますけど。ちなみに、金の卵はいくらで売れるんだろう。150。でか。それは強いわ。ただまあ、俺この調子で言ったら多分ルピー肩になると思うから。まあいいか。お、開いた。こん中もいけますよと。姫が爪を犯したと騒いでる。なんかもうそういう話題で持ちきりなんだな、ここは。あれ？大丈夫？ああ、ごめん、そっとしてやってくれないか。弟なんだけど、昔神隠し、ああ、被害者か。かわいそうに。いつか元気になるって僕は信じてるんだ。あ、でもこの世界を救えば、良くなるとは思うんですけど。そう信じるしかないよな。ちょっとここ行ってみるか。さあ、井戸の中。井戸の中は大体もう、こんなもんか。はい、ぶどう。ぶどうか。まあ、ぶどうはもうスムージー要因だよな、多分。あ、リンク兄ちゃん？よく見たら兄ちゃんだって姉ちゃんだ。被り物似てるから間違えちゃった。リンクはここも、ここでも有名なんだな。もう世界各地で有名なんでしょうね。リンク、じゃなかった。同じ風土からてっきり、うちの家族の恩人なんだ。リンクのことを話す。そんなことが、じゃああいつ行方不明なのか。前にうちのチビがあいつに助けられたことがあってさ。突然現れた先目に飲み込まれた、かけたのを、あいつが守ってくれた。とにかく世話になってるんだ。だから僕たちもリンクを操作して、で、世界救ってるけど、人捨てに聞くリンクってやっぱ、
凄さが分かるような。これ何？これなんか族長？族長というか戻ってきて。コッコちゃんだし、どうして戻ってこないの？コッコ集めか。コッコちゃんが今朝突然柵から逃げちゃった。こんな低い柵絶対逃げられるよな。反抗期かしら。コッコちゃん見つけたら柵の中に戻してくれないかしら。コッコちゃん全部こうは。オッケー。これ完全に同じだな。まあ、こういうやつでしょうね。ふい。投げ方よ。すげえ、もうストレート全開で投げたな。大谷翔平もびっくり。早い。やっぱ今作のゼルダ、怪力だな。お、オルディン火山。魔物だけど危険地帯。これ今言ったらどうなんだろうな。追い返されるのかな。そして謎の墓。なんか秘密がありそうだけど。ふうふう。僕は風車回してんの。まあ、幸せそうで何よりです。さあこれ4匹目かな。あら。大丈夫これ。オッケーオッケー。結構ラスト1匹がね、難しいところにあったりするんだよな、このゲームは。この中行ってみるか。眠り道場。何これ。ごめん、ちょっと後にするわ。眠りを競うような、そういうイベントがあるのか。なんか俺の予想だけど、この村の外にいるんじゃねえの。コッコさん。そんな気がするよな。あい、あー、これ猫か。ミャオ。あ、いた。こんなとこにいたか。あれ、どうやって運んだらいいんだろう。ここから頑張っていくしかない。これが、これでいいのか。俺し。俺しこれでいいのか。オッケー。ベッド使ってる率が高すぎるんだよな。さあ、飛んで、で、投げると。これで？まあ、ここちゃんたち連れてきてくれたのね。こっち来てちょうだい。朝ごはんにあげたパワフルブドウが酸っぱかったから飛び出すなんて。そういうこと？いや、ニワトリってさ、そんな果物とか食うのか。いいのかな？もう何でも食うのかな？お、まあ、神か。それは噛みすぎでしょ。瓶ね。あざっす。そういえば知ってる？コッコちゃんを持ち上げたまま、高いとこから飛び降りると、あ、知ってます。さっきやりました。オッケー。ちょっと妖精捕まえたいけどさ、妖精いねえかな。まあ、一匹は知ってるんだけど、なんかこら辺にいるよね、妖精って。まあ、またいずれだな。そしてこの眠り道場。ここにも用があります。入門希望者か。いやいや、すぐに答えずともよい。まずは話を聞くのじゃ。眠り道場といってな、夢の中で修行ができるすんごい道場。修行といっても言っても、やることは簡単。まずはわしがお主に夢を見せる。なんか、とんでもないこと言ってるけど。簡単にとんでもないこと言ってんだよ。お主の経験をもとにしたらすんごい夢じゃ。そしてお主は夢の中で、立ち塞がる敵を倒す。これが修行じゃ。目標タイムがある。達成すればご褒美だって用意するぞ。修行は夢の中で行われるので、何があっても目が覚めれば全て元通り。実害はないって感じか。今入門すればなんと、修行力はただ。こりゃすぐに入るしかなかろうって。修行をたくさん乗り越えた者には、その証としてすんごく特別なご褒美も用意してる。まあ、奥にあるあの刀でしょうね。ぜーは。どうじゃ、やりたくなったか。まあ、やりますか。やってくれるか。それではお主は今からこの門下生じゃ。では早速これ始めよう。お主ができる修行はこれじゃ。封じられた戦い。バウンジローの逆襲。風。これなんか難しそうだな。やってみるか。挑戦します。これグラサンかけてんのこいつ。なんか、怪しすぎでしょ。少しの間目を閉じて。おい、一国の姫に何してんだお前は。わしの力を受け入れるのじゃ。はぁ。なんかそういう怪しい漫画、あ、この修行は杖一つで挑む。戦いじゃ。お主の経験や得たものが全て封じられているので気をつけるのじゃ。そっか。60秒ね。リンクの力とかは使えないんだ。はい。あ、これなんか、こうするんだ。これで石を作って、まずは投げて楽しむと。はい。OK。で、これも作っておく。タコピー。オクタロックね。オクタロック。痛い。あー、これしかもいけない。え？あ、ハート3しかないのか、これ。マジか。ごめんなさい。ちょ、もう一回お願いします。結構難しそうだな。はい。まあ、作る。で、これを投げる。オッケー。タコピー一応回っとくか。で、この石を、まあ、あいつに使うか。はい、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 はい。勝て。
カテージいて。こんなカテージなのこいつ。OK。はい、使って。待って、これ、キース危ねえ。キースマジ危ねえ、これ。で、こう作って。で、これ引っ張る。はい、ナイス。これで OK。倒して。お前、使えねえな。OK。危ねえ。さあ、これで弓が覚めると。目を覚まさなじゃ。47秒。わしの定めた目標タイムを超えるとは、お主やるの。そなたにご褒美じゃ。リンゴか。あと一つ乗り越えたら、さらにすんごく特別なものを授けよう。やりましょう。バウンジローの逆襲。これも見た目がやばいんだけど大丈夫かな。これ始まったら柵が開いて、って感じ？あ、右下のあのスイッチかな。え、これどうやってだかのこれ。これ、やったら開く。どうなる？待って待って。やばいやばいやばい。やばたりんやん、これ。え、これどうやったらあかんのこれ。あ、中あるし。なんで急にこれ出てくるんだろう。どれを使うのが正解だ、これ。こっちもバンジローで応戦するか、じゃあ。無理。これでさ、もう安全でしょ、多分。地味にタートナック。これ、こいつ無敵でしょ？ほら。ただ、こんなことしたら、時間がいくら多分足りない。やべ、DPS 高いやつなんだ。倒した。多分まだタートナックあんだよな。え、これ、いけんのこれ。何が目標なんだろう。タートナック倒せば終わりとかそういうこと？リンクもこれ応戦しないと無理か。このように。ああ。きっちーこれ。バウンジロー強えんだって。リンクが剣使えるって分かれば話は早い。はい。開けて、で、こっからがちょっとどうしようかなってところ。まあ、豚ブリンで。で、俺は剣になる。もう、ぐるぐる回れ。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 ちょっとここで、一回小休憩挟んで、俺はこいつを倒す。はい。はい。OK。なんだこれ。何を持ってんだこいつ。倒せ。豚ブリン。豚ブリン。待て、俺死ぬ。ナイス。ナイス、ブタブリン。さあ、これで二つ目クリアと。39秒。早い。次の褒美は、角か。あ、牙か。なんか毎回角っていっちゃうな。なんちゅう速さじゃ。これは驚いた。特別にこれももらってきな。何？なんか、食いもんばっかだな。もっといいもんよこせよ、お前。すんごく特別なこれを授けよう。また？ああ。これは嬉しいね。あと二つ乗り越えたら、すんごく特別なものを授けよう。またハートのかけらとかもらえるかな。じゃあ次は、封じられた戦い。何もない状態で得たものを風を倒せ。オッケー。風とか言ってっから、なんか、風で落としてみたいな感じかな。杖一つで挑む戦いじゃ、オッケーです。そして、あれは、リーレットかな。はい、まずはこれもらって、持ちます。持って、脅す。オッケー。この机はなんだ？やばいな、これ。一箇所に集めたいけどさ、無理っぽい。あ、待て。これで。オッケーオッケー。で、作る。まだ、ね、いろいろあるな。岩が。岩がいろいろある。こう。オッケー。これで排除できる。で、お前か、あと。こうやって落とせばいいんじゃない？オッケー。で、あとお前。間に合ってくれ。頼む。こう。オッケー。間に合った。これは、簡単でした。さあ、目を覚まさなじゃ。テーマがあると、やっぱやりやすいね。単純ななんか、殴り合いとかになると、難しくなるけど。さあ、ひんやりサボテン。そして一つ。次もまたハートのかけらかな。後ろにあるこの刀が欲しいんですけど。その刀が気になるのか？道場の宝でな、切れ味も抜群じゃ。危なくて触っとらんけど。そんな危ねえんだ。俺が持ってるこの不思議な剣と、どっちが通縁だ。まあ、ここはこんなもんなんすかね。結局、人参とかそういうのはなかったな。お。また洞窟。こういうパターンか。え？なんだあれ？なんか出てきた。これって、いけるのか？ちょっと怖いから、床ビュン使おう。で、ここで、重いし。ただ、こいつ、なんか、取れそうなんだよな。なるほど。上から降ってくる。はい。ダメか。こう、OK。さあ、これなんだ？
トゲマルタ。なんか、お菓子でこういう、あれあれの、小枝。小枝お菓子みたいな。ちょっとうまそうなんだよな。これは糸チュラかな。これで綱渡りしていくと。いって。待って。死ぬ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 。狂気すぎでしょ、これ。これで当選簿して、こう。で、こう。で、こう。で、こう。痛い。まずい。上限突破したわ。これか。ここで、これを使うと。おぉ。てか、地味にこれ、4個使ってたな。そんなに貴重なもんなのか、これ。さあ、こんなか。ああ、卵か。オッケー。まあ、卵はいいとして、あそこのハートのかけらはどうやって、取るんでしょうか。ここの取り方わかんねえ。これなんだ?モグラは下しか掘れないしな。上に掘れるやつはあったっけ?なんかこうね、上から落ちてくる感じの雰囲気はあるんだけど、ここだけで完結しないのかな?そんなことある?なんか遠くの方にさ、出すみたいな、あれできないかな?こう。ダメか。ダメなんか。やべ、ここマジわかんねえ。どうしよう。なんか時期尚早だったりすんのかな?ま、変えるか。ちょっとここをマーキングだけして次また来れるようにしとこう。ハートのマークで。あ、こいつだ。こいつさ、火に弱いっていう話があったから、それ試してみるか。あ、ほら、燃えてる燃えてる。はい、いた。ダメだ。お、倒した。ナイス。なるほど、これがメインの報酬か。てか、いつの間にか俺もロープとか全然使わなくなったな。もう正直ザコだわ、ロープ。なんか物量よりももう、一体で倒せるぐらいのポテンシャルが出てきたからな。まあでもお世話にはなったな。でも未だに、星1の中だったら、強いんじゃね?星というか、三角か。あ、ボールチュラさん。出番です。どういくね。ちょっとこれ上行ってください。ボールチュラさん。ナイス。これでゲットと。これは気持ちいい。これで、マックス。いいね。ハートのかけらも、割と順調に集まってきてはいる。北の教会入られるでしょ?北の教会?そんな場所があるのか。これか、北の教会。まあ、それよりも入られる城に行きますか。ここの裂け目もなかなかでかいけど、なんかあるのかな?ん?おい、なんか、獣来たい、獣。こいつは倒さなきゃいけない。痛い。え、待って、削り方えぐ。うわ、これ相性悪いか。やばい。え、待って、強すぎない?こいつ。死ぬ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 。やめて。待って、こいつ最強かもしんない。どうしよう。とりあえずなんか、ここら辺の雑魚を潰すか。OK。で、俺はその間に、回復をしていく。OK。OK、ナイス。いいね、こいつ。ファイヤーバード。俺好き。こいつはなんか、タートナックでさ、無効ができたりしないかな。どう?あ!ほら来た。いいね。ハートナックはこういう打撃に強いからいいよな。何の攻撃に食らうんだろうな。斬撃とか。武器を用いた攻撃には弱いっていうことなんかな。まあ、俺はこいつを倒すわ。はい。OK。瞬殺。ナイス。こいつ強そうじゃない?どう?ウルフォス。ウルフォス。人々の旅路を脅かす狼のような魔物。獲物の周囲をぐるぐると回り混乱させる。一応、三角形は3ですね。3か。まあ、タートナックと同じぐらいか。ウルフォスに注意。遅い。もっと早く行ってほしいですね。もっと早く助言をいただきたかったですね。って、二代目も言ってますよ。お、力のかけらめっちゃもらえるな。今8個か。また今日から行けそうですね。